はい、おはようございます。おはようございます。大谷君、はい、青森行っとったかいね。はい。なかなか、こういうの行っとったね。そうっすね。初日はなんとか、売り上げ準備運営、どうだったかい。いや、それは選抜です。あ、これ選抜かい。はい。3着乗れるの？3着乗れます。2着までですね。で、調子そのものはどうだね。調子は良くないですね。良くない。はい、今季はちょっと周りが強くて、うん、点数通りです。これで明日のことやけど、はい、明日は坂上君も強い。はい、なんか強い子がおるみたいなんで、もう点数順で佐々木君に回ってもらって3番で池野君って言うわけね。はい、うん、まあ、この佐々木君はマークするということね。はい、うん、で、練習はしたかね、ここで。練習はぼちぼちですね。補充入ってその後誘導してたんで、うん、まあ調整ぐらいで。そしたら今はもうこの佐々木君に任せて頑張ってよ、はい、と、はい、いうことで、はい、レースは行くということだよね。はい、うん、まあ大谷君も地元やし、はい、こう何回こう見かかるうちに、そうです、一つこうあ、やったねというところを見せてやる、はい、はい、うん、チャンスだったら、そうやね、はい、頑張って、こっち経営面というか、こっち経営のみんなはね、はい、ファンも喜ばさないように、はい、大崎君の誰がもし一着見てくれたら、ひっくり返ると喜ぶと思うので頑張ります。頑張るよ。はい、頑張ります。そしたらね、はい、明日からね、3日間しっかり頑張って、はい、チャンスさん行くでよ。はい、はい、頑張るんでね。はい、頑張ります。はい、どうもありがとう。ありがとうございました。